大阪府第7区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1975年に、大阪府第3区から分割されて誕生した。定数は3。1975年公職選挙法改正以降の区域は、以下のようである。小選挙区制度導入後、森口市、門真市は、大阪府第6区、平方市、片野市は、 大阪府第十一区、寝屋川市、大東市、市場縄手市は、大阪府第十二区となった。第四十回衆議院議員総選挙七月十八日,日,日執行、当日有権者数、八十九万六千四百九十二人、投票率六十四点二パーセント。第三十九回衆議院議員総選挙二月十八日執行、当日有権者数、 84万7630人。投票率 67.、67.73%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数、79万8831人。投票率 68.、68.92%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数77、771。 669人投票率 61.、61.79%、第36回衆議院議員総選挙6月22日執行、当日有権者数、73万6742人、投票率 68.、68.65%第35回衆議院議員、総選挙10月7日、執行当日有権者数、73万404人、投票率、 60.33%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、71万4541人、投票率、64.72%。ありがとうございます。